皆さんこんにちは。ありです。声がどっから聞こえたんだ。ちょっとね、元気に声がしすぎて声変わりました。ということで本日はお願いします。ありです。ゆうたです。お願いします。菊池ゆうた先生に来てもらってます。お願いします。お願いします。本人がいないんで言うんですけど、やっぱチームアリとしてアリとショーティー2人がかりだったら勝てるんじゃないかと、ということでショーティーさんどこにいるんですか。ここあ、ショーティーということで、11点のシングル、自分とショーティーはもう好きなタイミングで取ります。バケモンにチラリされたら体力上がっちゃうんで、ちょっと交代でずるいんですけど戦わせていただいて、で菊池選手は11点ぶっ通しで1点でも取れればいいなと思って頑張りたいと思います。確かに2人ならあ2人ならあ2人がかりなら勝てますもんね多分。まず作戦はじゃんけんで勝って相手にサーブを渡してサーブプッシュで攻める、これです。シングルなのに出すのはグー、多分菊池選手は1回目グー出してくるんです。じゃあパーか。招待よ。山本選手のシングルス実はすごい強いですからね。山本選手なんかどのくらいなんでしたっけ。もちろんインターハイもインターハイも出てますし、当時実業団選手になってファイナル行ったりとか、昔はチーム第2キャプテンを倒したこととかもねあったりとか、すごいシングルプレイヤーとしても近いと売りは足の短さです。回転率が半端ない。いやでも確かにすごいめっちゃいいラリーしてますね。あ、いやでも安定感ですよね。安定感がありますからね。
もうちょい頑張るってことですか今のは。ナンバーワンナンバーワンってことです。あれわかんないっすね。走ってる。一個ね、精度がいいんじゃないかな。ですやです。15-13 結果ね。本当に 15-13 でした？5点ぐらい。あ、なんか途中で盛られましたよね。やっぱあるじゃないですか、あの最後の1ゲームは500点入ります。お決まりのやつですね。お決まりのやつ。どうでした、アリさんは菊池選手。アリさん球強いんで、ボディ周りの球とか、だから自分なるべく大きく動かしてアリさんを削ろうと思ったら見事に削れました。削られてます。そうですね、どう見ても削られてますね。やっぱりフェイントとかはねやりたくなっちゃう。あれってシングルスでもちょっと厳しいってあるんですか？でも速い球回しをしながらたまにこう落とすようなことをすると、まあ、決めるっていうよりは相手をずらしながらずらしながら追い込むみたいなのはちょっと意識してます。動画の中で、まあ、菊池選手もそうだと思うんですけど、バドミントン楽しさも伝えながらのフェイントもありますけど、なんか前半の1本あれでねちょっと崩せたり決まったり決められたり、やっぱりフェイントっていうのも早く準備しなきゃできないじゃないですか。だからああいうのも楽しみながらも出てくるし、なんか早いタッチもあるし、こっちもあるっていうのを菊池選手とやらせてもらっていると楽しくバドミントンができたかなと思いますし、皆さんもああいうのをやりながら、でもまずは早いのがあったからだよ、ね、体力の練習しないとこんなになっちゃうね、まあ、そこがトップ選手の差だと思うんですけど、ありがとうございました。ありがとうございました。また挑みたいと思います。出直していきます。またお願いします。ありがとうございました。翔太さん疲れてるんですか？疲れてないです。疲れる前にラリーできないです。疲れる前に終わっちゃいました。何がなんであんな強いんですかね？なんか翔太さんと別になんか背丈もあんま変わんないし、ショットの質もまあ変わんなんかわかんないんですけど、何が違うんですかね？なんかどこが違うなっていう。強い人やっぱあれですね。ロブとかクリアがもう奥まで飛んでくるんですよ。近いっす。ロブとかクリアが奥まで飛んでくるから、はいはい、これからしたらやっぱね攻めようと思っても攻めれないみたいな。のがやっぱりある気がするんですよね。なんか強い人だと、それはなんか思いました。やっぱ奥まで返すってなんか当たり前なことのような気もするんですけど、やっぱ大事なんですか？いやめちゃめちゃ大事です。もっとでも自分ももっと精度にいかないといけないし、本当のトップ日本の代表クラスは10本打ったら10本ここに端に来るし、どんだけ体勢が悪くても足がきちっと入っていいロブ打てる人がやっぱ強いプレーだと思うので、自分も頑張ります。翔太さんありがとうございました。菊池選手もありがとうございました。ありがとうございました。
最後まで動画の方を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。以上、アーリーでした。